ポリ塩化ビニリデンは、塩素を含むビニリデン元を重合させた、希少性の熱化素性樹脂に属する合成樹脂。CAS 番号9002から85から1。直接のモノマーには1、1、1、ジクロロエチレンが相当する。ポリ塩化ビニリデン単体で使用される例は、ほとんどなく、塩化ビニル、またはアクリロニトリルなどとの強重合体が使用される。1、1、 ジクロロエチレンの重合でも得られるが、工業的には以下の製法が行われている。全工程として1、2ジクロロエタンを製造する。エチレンと塩化ナトリウムを電気分解して得られる塩素、または塩化水素とを反応させる。1、2ジクロロエタンを水酸化カルシウム、または水酸化ナトリウムを使用した脱塩酸反応で塩化ビニリデンモノマを得。 生成後これに乳化剤を加えながら重合し、製造する。ポリエンカビニリデンの重合物は1872年にバウマンによって発見され、1930年にスタウディンガーも研究しているが、重合物は加工が容易ではなく、実用的ではなかった。1933年、アメリカミシガン州ミッドランドにあるダウケミカルの研究所で、 実験器具を洗浄するアルバイトをしていた大学生、ラルフ・イリーがビーカーの底に付着した残子が洗い流せないことを発見したことから開発がスタートした。研究者らはこれを小さな個人アニーに登場する架空の物質にちなみ、イオナイトと命名。ダウケミカルはこれを改良し繊維やフィルムへの加工生産を開始した。当初は第二次世界大戦の戦場で靴のインソールや 火薬類を湿気から守るフィルムなどとして使われた。戦後、放送分野への展開が図られたが、あまり普及しなかった。しかし、サランラップに代表される、食品用ラップフィルムとして、PVC との共重交代利用が発案され、以後用途拡大が進んだ。ラルフ・ウィリーはその後、ダウ・ケミカルに就職し、薬品の開発に関わっている。 1990年代頃から PVDC が塩素原子を含むことからダイオキシンなど環境負荷を懸念する声があり、ポリエチレンやポリメチルペンテンなどを使用したラッピングフィルムなど競合製品の上司も相次いでいる。このような状況に対応し、塩化ビニリデン衛生協議会は PVDC の安全性のアピールとともにゴミ分別の啓蒙活動などに取り組んでいる。 PVC 強重合体は放送用フィルムとしての用途が最も多い。これは家庭用から運送用まで簡易かつ強固に梱包ができる材料として重宝されている。繊維加工されたものはカーテンなどの難燃性が求められる用途に使われる。また、ラテックスへ混入し、防水、防湿性を付与する使用法もある。一方、アクリロニトリルとも重合体は 他のフィルム材料や金属、紙などに、防湿性などを付与するコーティング材料としても使用される。ありがとうございます。